Hi everyone, it's Ray here. 夏といえばトウモロコシの天ぷら、 Ray です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。コラボレーションアルバムキルト、9組の大好きなコラボレーションアーティストの皆さんと一緒に奏でた11曲が収録されたアルバムになっています。このアルバムに参加してくださったアーティストの方をたくさん皆さんに紹介したい、もっとね語りたいと思って作り始めたのがこの動画シリーズです。題してコラボレーションアルバムキュートリリース記念、レイが大好きな人たちをレイが熱烈に紹介する動画。本日は満を持して紹介したいと思います。今日は細野晴臣さんを紹介します。で、毎回この動画シリーズでは私が書き下ろした皆さんのねオリジナルプロフィールっていうのでアーティストの皆さんを紹介してます。ハリーさんはですね、もう50年以上のキャリアをお持ちで、私がオリジナルプロフィールを書くっていうのもねちょっと恐れ多かったところもあるので、それはもう産経がねビッグすぎて、なので、ハリーさんに関しては公式のプロフィールを読み上げたいと思いますので、皆さんぜひ聞いてください。細野晴臣さん、1947年東京生まれ音楽家、1969年エイプリルフールでデビュー、1970年ハッピーエンド結成、73年ソロ活動、同時にティンパンアレイとしても活動、78年イエローマジックオーケストラを結成、歌謡界での楽曲提供を手掛け、プロデューサー、レーベル主催者としても活動、 YMO 参加後はワールドミュージック、アンビエント、エレクトロニカを探求、作曲、プロデュース、映画音楽など多岐にわたり活動。これだけにとどまらない幅広い活躍をされているハリーさんなんですけれども、ここからはレイニーレコーズのスタッフ Y さんに質問をしていただきながら、私のハリー愛を爆発させていきたいと思います。今すぐ抱きしめて、私が幼い頃にですねカーステレオで、イエローマジックオーケストラを聴いていたんですね。ワールドツアーの、カセットをねラジオで録音したものを聴いていたんですけれども、ラジオで放映されたものは渡辺和美さんがギターを弾いてるんですけど、まあ、私はそのラジオで流れていた和美さんのギターが乗っかってる YMO のワールドツアー の音楽をずっとカーステレオで聴いてました。物心ついた時から。なのでYMO から、細野さんの音楽に出会いました。今すぐ抱きしめて、いやーもうこれはねもう気分ですよ。本当にだから細野ハウスとか、ああいう割とその個の主張が多いソロ作の中でも割とその内省的なっていう言い方も安直ではあると思うんですけど、ああいうものも好きですし、もちろんそのトロピカル3部作はすごくエスニックな要素がいっぱい含んであるので、細野観光っていうその細野晴臣さんの展覧会が全国3カ所で開催されたんですけれども、そこに私も行かせていただいて、その時にもいっぱいね民族楽器集めてらっしゃるので、そういう、まあ、エスニック音楽とかワールドミュージックの要素をいっぱい含んだトロピカルサムサックも大好きですし、あとはもう最近は私本当に細野場が大好きで、まあ、細野場はもうほんと疲れた心を癒す作用があると思ってるので、今回のレコーディングで細野さんの曲を歌った時にですね何テイクかして、で、まあ、ラモナっていう曲があるんですけど、とかスマイルっていう曲とか、悲しみのラッキースターっていう曲とか、いっぱい好きな曲が入ってるんですけど、何回か歌って、あ、細野さんのそのなんていうんですか、テンポ感とかその声のぬくもりとかをちゃんと思い出してやりたいと思って、一回そのラモナ聴いて、一緒に歌ってから続きを撮ったりとかして、アンビエント聴くのね作品とかも好きですし、達郎さんとかと作ったねパシフィックも好きですし、YMO だと私は増殖が一番好きなんですけれども、イブマサトウさんのね
スネークマンションのね、スキットとかを小学生で覚えて、友達にベラベラベラって朗読して、こいつは何を言ってるんだみたいな感じの扱いを受けてきたんですけど、どんな人生の局面にもハリーさんの音楽はありました。今すぐ抱きしめて、ラジオに呼んでいただいたんですよ。デイジーホリデーっていう、大FM で放送されてますけれども、読んでいただけたのもすごい嬉しかったですし、いやー、あんなに痺れる体験はこの人生であと何回あるのかなっていうぐらいですね、たくさんその楽器とか細野さんの歴史が詰まったスタジオに行かせていただいて、でその私がそのちびっ子の頃から聞いてたそのボロボロのカセットを持って行ってですね、これを聞いてたんですよって言って行ったんですね。でその時に私生演奏もさせていただいたんですけど、それはその生演奏を聞いて少しだけ気に入っていただいたようで、来週僕の周年イベントがあるからそこで言う聞かないみたいな感じで誘われたんですよ。でなんかどのぐらいのそういうカジュアルな感じのイベントかなと思ったら、東京国際フォーラムでやる50周年イベントで弾き語りをすればっていう話だったらしくて、もう本当にびっくりしたんですけれども、まあ、その流れでですね、その翌週にその周年イベントに出演させていただきました。まあ、ピストルパッキンママというビング・クロスビーの曲を一緒に歌いました。これはアメリカツアーとかでも演奏されていた曲なんですけど、それを一緒にやって、であとその後にですね、なんか君が歌えばいいよって言われて弾き語りで2曲ぐらいやったんですかね、メドレーで。すごいなって思いました。よく考えてくださいよ、自分の50周年の蓄積をお祝いするそんな大きな大切なイベントで、前の週に会ったよく知らないギターと歌の娘に自分のステージをその渡しちゃうんですよ、そのもうライブの中盤で。なんかもうその行為がハリーさんのその器の大きさとか、いやもう人としてもすごすぎるなと思いましたし、ものすごくやっぱり感謝して、もう光栄で、すごくもう大切に演奏させていただきましたね。はい、今すぐ抱きしめて、感動的なそういう体験をさせていただいた後に、まあ、私自身もコラボレーションアルバムということで、自分の尊敬するアーティストと、音楽を作るっていうアルバムを作りたいってなった時に、いやーもう本当に難しいことだと思うんだけれども、ぜひハリーさんと一緒に作りたいっていうのがもうね、その時点でパッと浮かんで、お声掛けさせていただきました。もう返事がね、イエスのお返事が来た時はもう本当飛んで喜んで、せっかく一緒にやらせていただくならっていうことで、曲を書き下ろして、いくつか候補あったんですけど、この曲も2人で歌うっていうことを想定して作ったんですが、もしよろしければこれ一緒にやりませんかっていうふうにお誘いしたら、いいよって言ってくれて一緒にギュッという曲を作りました。今すぐ抱きしめて、まあ、本当に細野さんはいろんな音楽ジャンルを作られたり演奏してこられたミュージシャンの方なので、どの時代の細野さんっぽくやるかみたいなのも結構悩んだんですけど、まあ、私もねブルーズっていうアメリカの音楽に多大な影響を受けていて、で細野さんもニューオーリンズの音楽すごく大好きでいらっしゃるので、そのちょっとねニューオーリンズっぽい、まあ、トロピカル三部作にもその雰囲気があると思うんですけど、そういった雰囲気の曲を作りたいなっていう着想がありました。で細野さんがねインタビューで、ニューオーリンズのリズムの名前でストラットっていうのがあるみたいな話をされてたことがあるんですけど、まあ、ストラットっていうのは堂々と割とゆったりと歩くみたいな英単語なんですけれども、まあ、そういった意味で割と今回のギューも、まあ、ニューオーリンズの曲っぽい感じのテイストでありつつ、そのストラットを意識するような割と歩くようなテンポっていうのを心がけたのと、あとはそういうドクター・ジョンとかみたいなホンキートンクっぽいピアノのアレンジ、あとは細野さん、私の中での細野さんが弾きそうなベースラインだとか、
あとはそのいろんなね、あのオマージュも入れたんですよ。例えば東京ラッシュとかでに入ってるキュッキュッキュッっていうね、あの歌があるんですけど、歌詞があるんですけど、そこを拾ったりとか、なんかオマージュしてみたりもありましたし、いろいろもう本当にね、もう二度とない体験だと思ったんで、そういう私が思う細野さんの大好きなところを詰め込んだサウンドにさせていただきました。今すぐ抱きしめて、私もハリーさんのお手紙にも書いたんですけど、私たちって恥ずかしがり屋なんですね。だから一緒にね、その細野さんと私を一緒にするのも恥ずかしいっていうか、あのおこがましい話かもしれないんですけど、ちょっとそのシャイなところに似てるかなって思うところ、会話してるところであったので、そんなシャイな人が書くラブソング、そういうものを書きたいなっていうふうにまず思いました。あとは、まあ、コロナ禍があって、細野さんも、まあ、やっぱり音楽を作る気力とか演奏する気力を失った瞬間があり、もう1年ぐらいギターを弾いていなかったっていう話だとか、まあ、そういう話をする中で、やっぱり人との触れ合いだったり、あとはその生きてることっていうのは、すなわち人と一緒に生きる、まあ、抱きしめるとか、そういう人との触れ合いっていうのは生きてる間にしかできないから、触れ合いこそが生きてる証なんだっていうふうに私は思いましたので、なんかそういう普遍的なメッセージと私たちの間柄っていうのを交互に歌うことによってこう表現できるデュエットとして描いたのがギュッという歌詞でした。今すぐ抱きしめて、いやー、あのこの曲は去年のすごく暑い夏の時期に撮ったんですね。で、あのその日にベース浜岡本さんと、ドラムの石若俊くんと、ピアノに渡辺俊介さんと、私のギターでベーシック取って、でその後に五関さん、あの五関キーさんっていう私の大好きなサックスプレイヤーがいるんですけれども、彼がアレンジを手伝ってくださったホーンセクションがあって、そこも録音しました。最後に細野さんの声がもう本当に最後のもうチェリーオンタップ、パフェがブワーってできて、最後のチェリーオンタップって感じで乗っかってきて、もうなんかそれまでは実感が湧かなかったんですよ、一緒にやってるってことが。だからもうすごい感動しましたし、例えばオマージュ系の話で言うと、そのアイアイ傘とかいうのもそのハッピーエンドの曲から拝借してたりとかするので、私が書いた歌詞を、しかも割とこれはラブリーな歌詞をこういう風に細野さんが、しかもいつもより少し高いねキーで歌ってくれたんで、宝物になりました。今すぐ抱きしめて、はい、このギュッという曲を録音した時にですね、もう細野晴臣さんと一緒に曲を作るんだったら、ぜひ7インチのシングル EP にしたいっていうふうに思いまして、このレコード専用の、ギュのアレンジっていうのを録音することにしました。なのでもうサブスクリプションでも聴けないし、 CD でも聴けないんですけれども、このギュ の7インチ EP には、リプライズというバージョンとインストゥルメンタルというバージョンが入っています。細野さんのソロ作でもね、結構インストのバージョンっていうのはアルバムまたいだりとかしながら入ってたりとかしますし、まあ、リプライズはこのバイユーっていうんですけれども、アメリカ南西部のこと、湿地帯のことね、バイユーっていうんですけれど、そのバイユーミュージックっていう、まあ、ニューオーリンズミュージックのそのちょっと言い方なんですけど、そこへのリスペクトっていうのをさらに色濃く出したかったんで、リプライズはこうセカンドラインでみんなでセッションしたり、あとはインストゥルメンタルのバージョンでは、以前から私の作品にも参加してくださっている竹島悟さんが、クラリネットで主旋を吹いてくれたりしたので、もう必ずゲットしてください。これはもう限定生産で、ゲットできなかったウェーンはもうなし、また再三してくださいもやりませんので、皆さんぜひそれはチェックしてください。今すぐ抱きしめて、もう偉大すぎてかなりもう難しいんですけれども、わかりました。細野晴臣さんを食べ物に例えると昆布です
やっぱ出汁も取れるから、もう出汁を取れるっていうことはそれがもう味のベースとなるんですよね。だからその後に続いていった、もうたくさん細野さんから影響を受けたミュージシャンがいっぱい世界中で発生して誕生して、ちょっと細野イズムがこうなんていうんですか、大きな音楽界の海に出汁がこう出ていく感じでですね、はい、昆布っぽいなっていうのもありますし、まあ、昆布ねそのものを食べるのも美味しいじゃないですか。だからやっぱそのね、ザーシーですよね、もう世界のザーシーですよもう結構そのワールドワイドで活動してるっていうね意味もありますし、もう日本料理のもう基礎ですから、だしは。だからもう昆布じゃないですかね、大丈夫でしょうかはい、今すぐ抱きしめて。今日の霊的まとめは、僕は楽しいからやる、僕は楽しいからやるです。はい、細野さんに言われた言葉でたくさん私の心の中に刻まれているものがあるんですけれども、そのうちの一つが、僕は楽しいからやるんだっていう言葉ですね。この間私大阪で、久しぶりにハリーさんのコンサートを見に行ったんですけれども、引退する人がいると、音楽生活を、もちろんそれを否定はしないけれども、僕にはあんまりわからないっていうふうにおっしゃっていて、なぜかというと、これは趣味であって趣味はやめないからっていうふうに言ってたんですね。これほどまでに多岐にわたる作品を積み重ねてきて、過去の作品が重責になることないんですかっていうふうにお伺いしたところ、その時その時楽しいことをやるっていうふうに言ってて、その時で一番楽しいことをやるっていうのは、すごくシンプルなことでありながら、やっぱりそうやってなりわいにしてる身としては難しいところもあったりするので、すごく染みた言葉だし、私もやっぱり仕事でもあるけど、ずっと音楽を楽しみたいなというふうに思いました。ということで、もう山のように語ってしまいましたが、私の愛は伝わりましたでしょうか。そんな湯が収録されている7インチバージョンの、キルトのボックス、そして、その牛のレコーディングの様子も、収録されているキルト完全版、そして、まあ、初回版や通常版もありますので、いろんなバージョンでお楽しみいただければと思います。それでは皆さん、よかったらいいねとコメントと拡散お願いしますね。それではまた See you!